ジョアシャン・アルシーヌはカナダのプロボクサー。元 WBA 世界スーパーウェルター級王者。ゴナイーブ出身。名前の一部を取って T.I. ジョアの愛称を持つ。ハイチ出身として史上初の世界王者となった。1999年5月28日、モントリオールのモルソンセンターでルイブシャールとウェルター級4回戦を行い。 初回2分に44秒 TKO 勝ちを、収めデビュー戦を白星で飾った。2002年5月25日、ノースカロライナ州コンコードにある、ローズモータースピードウェイで、マルコス・プリメラと、イバアメリカ大陸、スーパーウェルター級王座決定戦を行い、12回、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2002年9月6日、モントリオールノベルセンターで、 ブルック・ウェルビート、カナダスーパーウェルター級王座決定戦を行い、3回2分12秒、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2004年4月24日、ケベックシティのコリゼペプシで、ホセ・ヒルトン・ドス・サントスと WBA、フェデラテンスーパーウェルター級王座決定戦を行い、4回1分28秒、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。 2004年10月9日、モントリオールのモンレアルトバク上で、自身の持つ WBA フェデラテンスーパーウェルター、9王座とフェルナンドエルナンデスの持つナバ、北米スーパーウェルター9王座をかけ対戦し、5回2分43秒小勝ちを、収め WBA フェデラテン王座の初防衛、ナバ王座の獲得に成功した。2005年2月12日、モントリオールのモンレアルトバク上で、 自身の持つナバ北米スーパーウェルター級王座と区位の WBC インターナショナルスーパーウェルター級王座を掛けカルロス・ボホルケスと対戦し7回終了時 TKO 勝ちを収めナバ王座の初防衛 WBC インターナショナル王座の獲得に成功した2005年9月10日自身の持つナバ北米スーパーウェルター級王座並びに WBC インターナショナルスーパーウェルター級王座と、マルコ・アントニオ・アベンダーニョの持つ WBA、フェデセントロスーパーウェルター級王座をかけ対戦し、8回2分51秒、TKO 勝ちを収めナ場王座の3度目の防衛、WBC インターナショナル王座の2度目の防衛、WBA フェデセントロ王座の獲得に成功した。2006年2月11日、 モントリオールのモンレアルトバク上でアンダーソン・クレイトンと対戦し、ナバ王座の4度目の防衛に成功した。2007年7月7日、コネチカット州ブリッジポートのアリーナ・アット・ハーバー、ヤードで WBA 世界スーパーウェルター級王者トラビス・シムズと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功、ハイチ初の世界王者となった。 2007年12月7日、モントリオールのベルセンターで、アルフォンソ・モスケラと対戦し、12回2分17秒、TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2008年7月11日、モントリオールのユニプリックススタジアムで、ダニエル・サントスと対戦し、プロ初黒星となる6回2分6秒小負けを喫し2度目の防衛に失敗、王座から陥落した。 2009年12月5日、モントリオールのモンレアルトバク場で、クリストフ・カンクローと WBO、インターコンチネンタル・スーパーウェルター級王座、決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年7月17日、カリフォルニア州、ランチョ・ミラージュのアグア・カリエンテリゾートスパで、アルフレド・アングロと WBC アメリカ大陸。 スーパーウェルター級王座決定戦を行い、初回2分59秒 TKO 負けを喫し、王座獲得に失敗した。2011年12月10日、モントリオールノベルセンターで、WBC インターナショナルミドル級王者、デイビッド・レミューと対戦し、2から0の判定勝ちを収め WBC インターナショナル王座の2階級制覇を果たした。2012年9月15日、 ラスベガスのトーマスマックセンターでマシュー・マックリンとミドル級10回戦を行い初回2分36秒後負けを喫した2013年4月20日ブラックプールのウィンターガーデンズ・ブラックプールでブライアン・ローズと WBO インターコンチネンタルスーパーウェルター級王座決定戦を行い12回 TKO 負けを喫し王座帰り先に失敗した 2015年10月31日、テキサス州ヒューストンのリライアントアリーナで、ジャーメル・チャーロとスーパーウェルター級10回戦を行い、6回1分21秒、TKO 負けを喫した。2015年12月15日、アルシーヌは引退を表明した。ありがとうございます。